皆さんこんにちは、ワンダルグリッチです。今回はパーソバイアン法現代モッドロシアプーチン編続きをプレイしていきたいと思います。ウクライナと開戦、これを降伏、全土併合させることに成功して、その後フィンランドと開戦しました。ただそのフィンランドに対してですね、なぜか独立保証をかけて支援していた日本、これと戦争状態に入っています。もちろんですね、ウクライナを支援していたイギリス、ドイツとも依然戦時下という状態です。現在主に日本との戦いに注力してるんですけども、日本の特に海上自衛隊が強くてですね、ロシア軍の極東艦隊だけではどうしてもね、制海権を常に維持するというのが難しくて、作戦の時だけ出撃するという、まあ、積極的な展開を行って、消極的な、ね、展開を行っているという状況です。故に北海道からなかなか進軍ができていないという状況なので、今回ね、この辺り一気にテコ入れを進めていきたいと思っています。では、少しずつ時間を進めていきましょう。日本海には海上自衛隊が展開してますね。これと正面からぶつかるのは危険だし、あとはですね、たびたびこの北海道札幌に奪還作戦を展開してきている、様子もあるので、この辺りもね、しっかりケアをしていかないとちょっと危ないかなという感じがしますね。北方領土の奪還作戦もね、適宜行っていきたいと思っています。で、前回中国と台湾が開戦しましたけども、これまだ決着ついてないですね。まあ、思いのほか台湾が頑張ってる、まあ、そういう状態だと思うんですが、この台湾にね、中国軍入り込めてないのが、アメリカが参戦してないことによる影響なのかどうかというのがちょっとまだ見極めがついてません。で、海上自衛隊がとにかく強いので、まあ、我々もですね、もうちょっと戦力強化したいなというのがあるので、これからはですね、海軍、特に戦闘艦ですね、これにも注力していきましょう。フリゲート艦が新しいものを作っていきます。コルベットと、フリゲート艦、さらにクルーザー、まあ、いわゆる巡洋艦ですね。そして空母という順番で強化を図っていきたいと思います。日本軍がね、本当にね、師団の様子もこうやって見ると、まあ、詳細かわからないんですが、バランスが良くて、かなり強力だなという感じがしてるんですよね。まあ、なんとかこれ打開するために次の作戦を考えた方が良さそうですね。そしたら北方領土の方には強襲上陸の部隊ですね。これ差し向けましょう。北方領土が取れると、またね、その、北海道における防衛戦力というものを新しい戦域へと差し向けることができますというお話をしようとしているところで、この北方領土の近くで海上自衛隊と極東艦隊が戦闘になりますね。この極東艦隊がですね、全然強くないんですよね、やっぱり。主力艦隊は、やっぱりこのフィンランドや欧州、バルト海とかに展開していて、これを、仮にですね、アジアの方に転戦させると、フィンランドの周辺の防衛が全くできなくなるので、やっぱりこの主力の空母艦隊は、ヨーロッパに展開を続けておく必要があって、そうなると、今展開できている、極東艦隊がですね、ご覧のような編成です。なので、ちょっと編成としては弱いかなっていう感じがどうしてもしちゃいますよね。さあ、その戦いですが、フリゲート艦とコルペット、残念ながら、ロシア極東艦隊、それぞれ1隻、6隻失ってますが、日本軍の方はそれ以上に損害を与えることに成功しています。まあ、御の字でしょう。さあ、その犠牲を払った強襲上陸作戦、うまくいかなそうですね。なんとか上陸してほしかったんですけど、これ見ても本当に、ね、日本軍強いんですよね。
攻撃力、防御力、そして突破力と全てにおいて完璧な性能を持ってる。これはね、強いですよ、やっぱり。残念ながら強襲上陸は失敗に終わりました。北方領土の防衛、日本、しっかりやってますね。日本のウラジオストクに強襲上陸仕掛けてくる気配ありますが、これは逆にね、ウラジオストクの防衛をしっかり行っているので、上陸を阻むことができそうです。続いて、制空権ですね。日本海側、ここに関してはもう完全に制海権、制空権ともにいつでも取れるような状態にはなっています。ただ、太平洋側や日本本土の上空、これに関しては当然ね、取れていないという状態が継続しているので、まあ、全面的な攻勢が難しい。これには変わりはないです。はい。北方領土の近くで、ロシア軍の潜水艦隊が、海上自衛隊を捉えています。ここにはですね、ヘリ空母大隅がいますね。海上自衛隊の旗艦を務めているようです。この戦いちょっと見極めましょう。できればそのヘリ空母大隅、撃沈してもらいたいな。その北方領土をめぐる戦い、海上自衛隊、陸上自衛隊、そして、ロシア、陸軍、空軍、海軍、入り乱れた、本当にね、総力戦になってるんですけども、なんとか北方領土、再奪還できそうですね。これで北方領土を奪い返したという状態。さらに、海上自衛隊、機関であった、ヘリコプター搭載。まあ、実際には空母という呼び方はしてなくて、護衛艦という呼び方だと思うんですけども、その護衛艦を撃沈しました。これは大きいですね。海上自衛隊のヘリ空母撃沈です。さらに北方領土も完全に奪還しました。これも大きいですね。本当に大きい。では、この膠着している東北の戦線、これを突破するために、首都東京、ここを狙うスペツナズの奇襲作戦、発動していきたいと思います。これはですね、青森から太平洋沿岸の制海権を一時的に奪取して、首都東京を狙う。もうこの作戦です。現在、虎の子の艦隊を、その太平洋側に展開して、一時的に制海権を奪取しているという状態ですね。あとはスペツナズが到着するのを待ちましょう。スペツナズが、三陸沖を通り、そして、房総半島を通って、首都東京に、強襲を仕掛けます。首都東京に、スペツナズが、こうも簡単に入れてしまうのか。ちょっと驚きですね、これは。そうか。まあ、ただ、こうなった以上は、東京、横浜、千葉、まあ、このあたりももう一気に、それこそ、破竹の勢いで、制圧しちゃいましょう。で、ここに、さらにね、部隊を増強する準備をね、しておきたいと思います。で、制海権を取った極東艦隊は、港に入ってもらいましょう。本当にね、これ失うともう、太平洋側で作戦できる部隊がなくなりますからね。では、ゆっくり時間進めます。これは日本としてもびっくり。もっと言うと、日本国民からするとなんてこったっていう状態だと思うんですけどね。ただ、これね、この後、その、
横浜を取って、まあ、それこそ、港をね占領しないとスペツナズも生き残れないので、まずこの港ですね、この港に全力を注ぐっていうのは大事だと思います。残念ながらスペツナズは壊滅しそうですが、まあこの東京攻略作戦ですね、まあ一筋の光みたいなものは見えたので、ちょっとブラッシュアップしてですね、この東京攻略作戦もう一度ね、ちょっと展開をしていきたいと思いますが、その様子はまた次回ですね、プレイをしていきたいと思います。なので一旦、時間を巻き戻していきたいと思います。